俺はもともと脳科学を研究する学生だった。最初に興味が湧いたのはとあるゾンビ映画によるものだった。ゾンビは肉体が死んでいるため、脳の抑制がなくなり、本来の持つ力を存分に発揮できる。そのため、体が即座に痛み、もげたりするが、死体とは思えない凄まじい力が扱える。ゾンビ映画自体フィクションのため、それを証明する根拠は存在しないが、俺はこの説が本当なのではないか、と考え、研究をしていた。そして俺は何の能力もなく、優れた才もない平凡な一般人、脳の研究をするための施設も許可も資金も存在しなかった。だから俺は悪神教に入団し、司教を目指した。そうすれば資金を得られ、なおかつこんな平凡な俺でも優れた才能を得ることができるからだ。そして悪魔を宿したことで俺にもオーラを扱える力が生まれた。慣れるまでは時間がかかったが、普通に使うくらいならすぐに出てた。決め手は脳による覚醒を自発的に起こせる技術を提供。これが実力も何もない俺が司教に選ばれた理由だった。そして資金は得た。だが研究対象、つまり被験者が必要だった。そこで俺は自分でもとんでもないことを思いついた。俺が被験者になればいい、そう考えた。その方が変化を身をもって感じ、より良い結果を即座に得られることが可能と考えたからだ。しかも俺の悪魔は19悪魔サレオスで、悪試験は身体状態大幅向上、全体成長強化。痛みの耐性をつけ、身体状態を上げることで脳の手術中、もしくは経過観察中、脳を強化しておけば普通に生活できる、そう考えたのだ。そして俺は自発的に覚醒する力を自らの手で身につけた。まさか死を感じると俺が自発的にできる覚醒以上の覚醒ができるなんてな、これはいい結果だ。ここからは俺の被験者になれ、ガキ。何度失敗してもいい、その代わり何度でも自分ごと潰してやる。なら勝負だな。お前の技が俺を潰すか、俺が覚醒に覚醒を重ねてお前を塵にするか。よし、オーラが整えば冬を疲れても対応できる。相手の弱点はあからさまなんだ。あそこに絶対に一撃を入れる。でも状況はさっきと同じ。これだけ距離が離れていても一瞬で距離を詰められる。気配を消したいけど、これだけ何もないと消した途端にバレる。不利なのは変わりなしか。ただ突っ立ってたらサンドバッグだぞガキ。こいつ、最初からカウンター狙いで。どうせ自分から近づいてくるんだから、そこに全神経集中した方が楽だ。こいつバカか、最初に俺の近距離に負けたのをもう忘れたのか。近距離の技術家は私の方が上、7回1カウンターを狙えばいい。確実な急所があると分かればこっちも先と技術はいくらでもある。一撃だけ、一撃だけあの脳天にぶつければ勝ちなんだ。その一撃のためにこの繊細な駆け引きを耐え抜け。気持ち悪いな、カウンターを狙ってくる割には決定打じゃない。あくまで俺の次の手を誘導する攻撃。何を狙ってやがる。まさかこいつ。ベストポジション、ここで一発脳天を。やっぱりだ、この実験中のまま解剖した状態の脳を狙ってやがったか。まあ見た感じ急所だよな。圧縮、圧縮、切り取って、自分を圧縮、圧縮して、しっかりやるんだ。なんだ、空間が割れた。敵だ、空間が割れちゃった。未自然に圧縮するのかなり繊細で難しい。力加減を一つ間違えたら偏った圧がかかって空間が割れる。もういい、変にこだわるな。相手が動かないならぬ空間に飛ばせばいいでしょ。むちゃくちゃだな、あのガキ。これで終わりのはず。このまま数分何もなければ、今のうちに傷を再度直しておこう。あれから数十分、帰ってこない。強制二次元プレスより無空間の方が完成してる技だし、確実性はあったからね。それにしてもこの目、私も使えるようになったんだ。あれだけ白に聞いてもわからなかったのに。トリガーがあるとすれば強い決意かな。私の中で強い決意を抱いた時にこの目が出たと思うし。そうか、だから白は戦闘中はあれだけ気合を入れるんだ。じゃないとこの目が発動しないから。なるほどね、白は戦闘中あれだけ性格が変わる理由がわかったよ。これは確かに生半可な気持ちと決意じゃ出てこないや。極勇団は究極勇が役目を全うするために力を発揮する時に使われるとされるね。メリアが言っていた通りだったな。特に空間の変化もないし、考えすぎだったかな。一度に完成とはいえ、強制二次元プレスから脱出してるし、警戒はしてたんだけど。とくか、すぐに放火のところに合流しないと。私の作った次元空間が、崩壊した。どうして、まさかこの空間ごと壊されるなんて、そんなのありえない。でもそうとしか考えられないよね。だって、
に私の作った無空間の入り口が出てるんだもん。すごいな、無限に続く死の恐怖、永遠とも思えるほどの死の感覚、研ぎ澄まされている神経とそれでも生きたいと思う信念。いろんな思考といろんな感情、それらが複雑に混ざり合っています。俺の脳は誰しもが到達できなかった境地にたどり着いた。感謝するよ、おかげで俺の研究は完成した。悪魔にも感謝しないとな、悪心境もだ、感謝が絶えない、ああなんて幸福感なんだ。人は覚醒に覚醒を重ねた先にあるのは進化だ。だから生き物は生きようと体を変え、環境に馴染み生き抜くために進化してきたんだ。今俺は生き物の頂点に君臨した。気持ち悪い。何あれ、想像しかないじゃん。あんなのが生物の究極進化なわけないでしょ。ただ脳が肥大化してアンバランスになっただけじゃん。でも私の空間を壊すほどの力はある。多分ここが最終局面、今度こそ戦い切る。まずはこの進化の力を見せてやろう。喜べ、お前がこの力の犠牲者第一号だ。ブレインキャノン。何あれこれ、次元支配、オイドディメンション。カザーナ開けてやる。分子によって変な液体がついた。この靴お気に入りだったのに、もう履けないよ。ようこそ、どうだ、この進化した生物の姿の感想は。振り返極まりない。ああ、俺の幻想量が傷ついてしまった。だけど俺は進化を遂げた生物、そんなもの他の細胞で即座に補い、補完し、復元させるまで。今の生物は脳を損傷したらもう戻らない。俺から見れば哀れで不便な体だよ。そう、ならこれならどう。次元支配、オイドディメンション。わ？直すなら直したらいいよ。でも私がお前を全部消すのが早いか、お前の修復が早いか、それ次第だけどね。ぐず、降りろ。俺に近づくなぁ。脳の至るところから光線出るんだ。まるで生もの要塞だな。もう、時間かけてる暇もない。相手の回復より早くあいつを消滅させるんだ。く、地獄絵図だね。私が死ぬまで攻撃の手を続けるつもり？けど、最初の近距離で詰めてくるのと、遠距離から詰めてくるのとでは話が違うよ、脳みそくん。お前、なんで？瞬間移動、もう忘れたの。脳みそなのに記憶力が足りないんじゃないかな。次元支配、オイドディメンション。ああ、目が、視覚からの情報が。今は別格になっていた心臓みたいなやつだ。離しても絶対に離れないからね。やめろー、これ以上触るな。次元支配、オイドディメンション。いくら回復してるとは液を流しすぎだ。貧血で握力や判断力が鈍ってきてるぞ。あ、保管が追いつかない。知能が、無限の可能性が。相手も相当ダメージ入ってる。バカだよ、わざわざ自分が不利になるような進化をするんだから。いや、私たちみたいに進化先は選べなかったのかもね。だとしたら脳に利用された男の末路ってところかな。さあ、だけどお前はここで絶対に消えてもらうから。次元支配、オイドディメンション。ああ、許さない、許さない、消し飛ばしてやる。痛いな、あの光線だけ冬に来るからタイミングつかめないんだよな。ダメだ、視界がぼやけてきた。血液って大事なんだな。外傷だけ治す治療だけじゃダメだってミイエルちゃんから教わったのが今わかるよ。今日出かける前にミイエルちゃんに声かけて正解だった。なに？まだ何かあるの？消えろ、せっかく悪魔に魂売ってまでいた俺の大事な集大成なんだ。これ以上邪魔をするなー。正直、あなたが悪神教とか悪魔を信仰してるとかどうでもいい。ただ私がお前の前に立ち、敵対する理由は一つ。私の大事な人が守ろうとしているものを壊そうとするからだ。私が守りたいと思うものを全部守りたい。だってそれが私のやりたいことであり、使命だからだ。だから私はここでお前を絶対に倒す。ああ、やめてくれ。俺の夢を壊さないでくれよ。強い光の中で消えろ。地球の宇宙力を見、地球極光はまさか天命の流線砲。今度こそ反応なし。終わった。はぁ？頭がぼーっとする。最後にあんなバカみたいに消費の多い技使ったからオーラもほぼ空っぽ。強かった。近距離はせっかと戦ってるみたいだったし、さっきの遠距離だって何度もダメージ受けてたし。でも、勝てた。私一人で、格上の相手に。やった。あとの2人。
体に答えれた。私、すごくできる子じゃん。ここなら時間の流れを遅くできるから、少しだけ休もう。放課、月下、少しの間お願いね。私も休んだらすぐに向かうから。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。